今日はガトロニック TV に、リリちゃんに来ていただきました。イエーイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ははい、DJ 聞いてて、はい、ジャンルなんだろうなってこうちょっといろいろ考えてて、はい、基本テクノなんだけれども、はい、トライバルな太鼓がいっぱいパーカッションとかがね、いっぱい乗ってたりとかで、一瞬こうちょっとハウスっぽいのかなと思いきや、でもよく聞くと、あ、ちゃんとテクノですねっていうね。すごいなんか、ちょうどそのワールドとハウスとテクノのこう中間、ちょうどバランスよくなんか言ってた感じで、時折ちょっとベースも出てくるし、ね、時折アシッドも出てくるしみたいな感じでね、すごい面白い DJ だったと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。本当に今日のセット持ってくるにあたって、はい、イメージしてたこととか、はい、そういうのってありますか？やっぱりイメージしてたことはすごく一個あって、その多国籍な DJ をしようと思ったんですね、うん、本当に。なのでおっしゃっていただいたようにワールドだったりとか、うん、テクノちょっとそのハウシーな感じもいったり、最後ちょっとジャジーな感じやったりとか、うんうん、やったんですけど、やっぱりブラックミュージックよりのジャズと入れたりとか、あとちょっと民族っぽい音を入れたりとか、あとまあすごいヨーロッパみたいなテクノの音入れたりとかっていう、結構ニューヨークっぽいもの入れたりとかっていうのいろいろちょっとやってみたんですね、うんうん。なのでそこをすごく一番意識していて、うん、なんかちょっとボーダーレスな形で、うん、いろんな人にいろんな聴き方をしてもらえたらいいなと思って、はい、はい、こういうセットにしてきました。なので結構起承転結みたいなのがすっごいもう、うん、うわーってなってて、うん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 、そうですね、ちょっと統一感がないと言わないんですけど、いやいや全然本当ですか、うん、そんなこともなく、はい、結構スムーズに、うん、本当ですか、はい、よかったです。楽しめる内容で、ありがとうございます。ちょっと怪しげな音からなので始めて、最後はちょっとハッピーな感じにしてみました、うん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 、という感じです。いやお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。リリちゃんは、はい、今後 DJ とか決まってますでしょうか？これからはそうですね、4月の16日ですね、すごいすぐなんですけど、うん、横須賀のシェルっていうかなりドープスポットで、もう街もかなりドープでやばいんですけど、センベロみたいなお店いっぱいあって、うん、そこでちょっとブッキングいただいたのと、23日24日でループというパーティーでオープンエアで大場キャンプ場ですね、うん、ありまして、うん、そちらはちょっとトランス寄りのパーティーですね、うん、に出させていただくのと、あとは5月ちょっといろいろ飛んで、6月に三月で18日かなにまたやらせていただくので、うん、よかったらみんなで遊びに行きましょう。はい、してください。いつでもウェルカムしてます。はい、ちょっとそれまでにも結構いろいろバタバタ決まってくると思うので、よかったら来てください。はい、はい、じゃあ今日はそんなリリーちゃんに DJ しに来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。